ですね、さっき皆さんこんにちは、ともやです。今日はですね、さっき車を運転しとったんですけど、カフェがあって、そのカフェを見てね、ちょっと行ってみたいなと思ったんで、今から行っていきたいと思います。なんかね、姫路にあるカフェなんですけど、レイルっていう店で、一人で行くのもね、ちょっとあれなんですけど、まあ、マスクしてるからいいやと思って一人で行きたいと思います。それではどうぞ。もうすぐ着くんですけど、服装はね、こんな感じですね。 GU で買ったんですけど、この色ですね、ワインちょっと紫かな。寒かったんでね、これをやったんですけど、ジャケットね、これで行ってきたいと思いますので。でどんな感じなんですかね。カフェって結構ね、雰囲気が変わって、その雰囲気がね好きなんで、僕はよく行くんですけど、この間スタバに行ったんですよね。スタバにね、こう一人で行っとったら、仕事終わりでね、やっぱ足が臭くなるんですよね、どうしても。で足が臭くなって、家帰ってシャワーで足洗って、靴下だけ履いてクロックスで行っとったんですけど、スタバ行っとって、なんか知らん JK が僕の方チラって見て、なあって、あの人クロックス履いとんねみたいな感じ言われて、服装って大事なんやなって思いましたね。あんまりそんな服装なんか気にせんタイプなんですけど、やっぱ外行くときはちょっとね、気にしようかなって最近思いましたね。それではどうぞ。行ったんですけど、めちゃくちゃ良かったですね、雰囲気が。まあ、カフェによって雰囲気が好きなカフェもあったら、ケーキとかね、そういうのが好きなカフェとかもあるんですけど、僕的には雰囲気が好きなカフェでしたね。ちょっと洒落てて、まあ、そんなにねデートする機会はないんですけど、デートするんやったらここはいいなって思いましたね。ぜひデートしてくれる人、コメント欄のよろしくお願いします。まあそういうのはね冗談なんですけど、ちょっとね本気の部分もありますけど、最近ねちょこちょこ本を読むんですけど、めっちゃ買うんですよね、本を買うんですけど、本を積み上げてる状態でめっちゃめんどくさくなるんですよね。めっちゃめんどくさくなって、ちょっとずつ読まななと思った時に、本を 2,3 冊持って行ってカフェで読むとかね、そうやったら結構早く読めるんで、ぜひ本が溜まってる人はやってみてください。なんかね、社会人の平均勉強時間が20分ぐらいらしくて、30分自分の好きな本を読んで気になることを調べたらね、ちょっとでも差をつけれるのかなと思って最近読み始めましたね。ぜひね皆さんもやってみてください。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。結構いいカフェでしたね、また行きたいです。それではバイバイ。 Yeah, yeah.